こんにちはです。さあ、今日またブルザイマッチのちょっと練習してみようかなと思って。で、実はですね、ちょっと動画撮る前にね、一回打ってるんですけど、今日、どんな風になるかなと、動画との点数の違いをね、ちょっと見てみようかなと思って打ったんですけど、前半は良かったの。まあ、おいおいね、ちょっと、後で見ますけどね、終わってからね。前半良かったんだけど、後半もろ点数意識しちゃってね、結局意外と悪かったという感じで終わりましたけど。さて、まあ点数はね、後で説明しますが、まあこんな感じだから APS カップのブルズアイターゲットを使います。で、いつもやってるようにね、10点を9点にして、 X 圏を10点にしてるんですね。ですんで、X 打たないとマイナス1点になっちゃう、10点入ってもね。そんな感じのやつでやってます。あとは全部一緒です。2分間で5発。で、サイティングレンジは毎回どうぞって感じなんで、動画の時ね、ちょっとそのまま打っちゃうんで、もし一緒に打つ方いたらね、皆さん、自分のタイミングでサイティング練習ってことはやっといてください。で、15カード外してサイティング練習ですね。APS カップのブルーズアイを、2分間で5発をね、10回やるってことですね。終わりましたらスタンバイしてですね。じゃあ行きましょう、早速。1回目。はい、スタンバイ。レディーゴー。よいしょ、ちょっと今日はね、マスクしてみました。本大会はね、マスク着用義務ですからね。いきなり0点打ちたよ。これ力入れて下行っちゃうんだよな、打っちゃうんだよな。とりあえず、過ぎたことを忘れて、一発半で。よいしょ、5点入っててくんねえかな、無理だろうな、今。ですね。終わったらセーフティーをかけて15カバーと。ターゲットの交換、そして採点。そうだよね。それはそうだよ。ここ行ってるよ。すごい。初段見事にこの1を狙ってましたね、1を。1位を狙うということで。まあこんな感じなんですね。で、まあ当然これ0点なんですけど、ここが8点ですね。で、これがね、本来10点なんですけど、これ9点にしてます。で、10点、10点と。ですんで、37点ということになりますね。はい、37点スタート。さっきはね、最初47だったんですよ。10点前までスタートですね。さあ、この後どうなるでしょうか。じゃあ2回目いきましょうかね。サイティング練習とは終わらせておいてくださいね。そしてスタンバイ姿勢でお待ちくださいと。これじゃあいきます。2回目、スタンバイ、レディーゴー。マグジャンプ。
ちょっと右出しましたね。はい、では終了です。さて、どうだったでしょうか。よっと、30秒前です。立って残った。こんな感じでした。右出しちゃったやつは8点で2ですんで、これも9点が、これも9点だな、ギリギリ。ですんで45点なんですね。1個10点がありました。45ということで2回終わって82点、6点負けてますね、さっきの自分より。82と。さあ、続いて第3ターゲットいってみましょうか。こういう感じでね、どんどん続いていくんですね。うちでやってる時は大体10人ぐらい来ていただけるんで、3グループぐらいに分かれてやってます。でもね、すごいテンポがね、結構良くて、あっという間に順番やっていくんですよね。おっと、あ、大丈夫ね。じゃあ第3ターゲットいきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょっと。はい、5発終了。5発目どこ打ったかな。よいしょ、こう買っていきましょう。30秒前です。ギリギリ8点で止まった。こんな感じでした。2、4、5、6、44点ですね。これがね、もしね、9点いっちゃうと43点。だからこれね、結構 X がね、割とね、大事なんですけど、まあその前にね、5点打たないってことがね、いいと思うんだけど、なかなか難しいですよね。よいしょ。44点。最初の0点が痛いっすな。ほんと一発目だもんな。126。ああ。まあ9点差つけられちゃってるよ、さっきの自分に。さて、では第4ターゲットですが、ちょっと一回止めます。はい、では第4ターゲットいってみましょう。メモリーがそろそろ切れる頃なんだよな。大丈夫か、持つかな。じゃあいきましょう、第4ターゲット。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。
はい、こちらも。さて、最後に一発発展っちゃったかな。でとどまると、あでもこんな感じでした。46点なんですねこれはね。時間ですよ。はい、46で172、また6点差に追い上げてきた。わでも次俺あのさっきの回ね49点打ってんすよ。まあどうなるか行ってみましょう。じゃあ第5ターゲットですね。これちょうど中間、ほんとは220、まあ230ぐらい行きたいところなんですが、まだそうはいかないと。行きましょう、第5ターゲット。はい、スタンバイ、レディーゴー。なんかでもちょっとあれだな、危ない傾向が出てるな今の第5ターゲット。点数良かったけど、いやー丸く撫でてあげたいんだけど、めっきり叩いてるな。叩いてるよ、叩いちゃダメだよ。撫でろ。まあいいでしょう。いや、番号だと思いますよ、これ。30秒前です。まあだね。本当にまあでもなかったから、まあだな。はい、こんな感じでした。44点差ね、ギリギリね。あー、43か、これ。43だ。43点でした。1個、9点入ってなかったですね。さあ、真ん中。折り返しましたね。まあ、単純に、ここまでの点数を倍にすれば合計得点になるわけですね、これね。まあ、そうはまたいかないわけですけど、43。で、私は、215。もうちょっと伸ばしていきたいですね。じゃあ後半戦ではね、折り返していきましょうか。第6ターゲット。さあでは第6ターゲットいってみましょう。スタンバイ、レディーゴー。シワを撫でるっていいな、表現。撫で撫でしていつの落ちればいいんだよね。まあ、要するにね、じんわり引いてってね、自然と落ちるっていう打ち方が一番いいんですが、なかなか難しいんだね。よいしょ。ちょっと、
と一個発終了。これは結構まとまったんじゃないですか。おお、お、これいったか。これいったね。いつ以来だろう。いつ以来でしょうか、これ。来ました、50点。寄りますよ、50点。それでもまだ結構差をつけられている。あたふたしてますよ。50 265 265。今のところ私は265点。さっき言った時は273点だったんですよね。だから8点差まで追い上げてきました。さあ、では第7ターゲットいってみましょう。今と同じように打てればいいんだけど、これがまた人間の業の深さ。お、一回切った方がいいか。はい、ではいきます。第7ですね。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。第7ってなんかダイヤなんだよね。まあ、母音が一緒ってだけですよね。視野に助けられてんな、でも思いっきり。ちょっと良くないぞ今のは。いや、点数はね、いいんですよ。まとまってるんですよ、そこそこ。こうじゃないんだよな。と言いながら、今のところ結構いいという。これ全部9点パターンじゃない？お、そうでもなかった。出たー、グダグダ言いながら点数がいいやつ。これどうなってんだ。ここ2つだ。こんな感じでした。ここに2つあるんですね。これ分かんないときね、裏で見たら分かるときとかあるんだけど、これは本当分かんねえな。ここだよ。そうですね、ここ2つですね。ですんで、47点ですね。47。いやー、でもね、本当ね、これ、フロンティアモデルになってから、じゃあ点数上がりましたね。312、おお、ついに追いついてきた。1点差。こっからひどかったからな、上がり3つ。前回は432点なんで、そんなによくもないんだけど。おっと、ちょうどバッテリーは。もういけねえな。3つじゃいっちゃおうか。ちょっと一旦バッテリーの交換します。はい、では、ね、第8ターゲットですね。あと3つですね。行きましょうか。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。さあ、いろいろ考えちゃうんだよね。考えないようにしてても。
雑になってよ。でも試合で助かってる。実力ですな。全然視野を撫でられなくなっちゃったね。今の5点いったかもな。なんかまた違ってきちゃってるな。頑張れというか頑張れなというか。はい、じゃあ交換します。おっと、パイレットはきつ。あ、ギリギリ。いや、しかしやっぱりね、うん、まあ、雑に打つとね、こうなるっていうね。これでもね、シアーのおかげで全部張って、なんとか張ってんだね、これ。うん。40点。さあ、来ました。私の時間がやってまいりましたよ、これ。でもさっきはここで36点だったんだよな。だから、なんと、ここで逆転。自分と争ってこんな楽しいとは。352、いやー、密かにちょっと450をと思っていたんですが、まあ、あと4球でいくと450ですね。さあ、試してみましょう。では、第9ターゲットいきますね。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。もう点数はいいから、練習だからね、あくまでもね。落としましょう。撫でて落としましょう。ああ、ついに5点打った気がする。あれ、楽しいね。さあ、見に行くの大丈夫だ。今日何気にね、0点打ってんだけど、5点打ってないことにちょっと気づいてたんですよ。どうなんだこれ。あ、わっ、うわ、打ったか。これどうよ。いやー、5だな。5?8? どっち?いや、5だな。5、6、7、8、9、41。あー、くそー。41ということは、さあ、今のところ何点でしょう。ここまで393ですね。さあ、最終ターゲットです。さあ、皆さん、今のところ何点ですか。大体400、上手い人はね、410ぐらいいってると思うんですが、まあ、この時点でね、400点以上出してたら、本当にそれなりにお上手。450いけばね、
まあ、大体上位なんじゃないでしょうかね。まあ、上手い人、本当にいましたね、460以上がないとって感じですが、何言ってんだろうな。まあ、とりあえず最終ターゲットいきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。いやー、さてと。全然、視野硬くなっちゃった、指が。マイルドに。まだいいけど、まだ硬いな。明らかに。まあいいでしょう。いや、今の違う、やり直させて今の違うんだよ。一応試合中、後が言っちゃダメですからね。今ダメな例をやってみました。いや、ショック。 You are ショックだよ、これ。はい、終了しました。終わったらセーフティー書いてね、15カバーしてくださいね。まあ、そうだよね。ああ、最初と最後でやっちまいましたね。はい、こんな感じでした。もったいね。はい、ということで36点だね、これね。うわ、結局終わってみたらどうだった。36、負けちゃったんじゃないこれ。429。ああ、この0点はないわ。まあしかし、これが5点だったところで、434。合ってるよね、これ、点数。はい、ということでね、まあこんな感じでした。じゃーん。50点から逆におかしくなっちゃったな。まあこういうのとか、さっきのやつもね、実はね、まあ0点打って悲しいんだけど、そんなに実はしょげてはいません。むしろこういうのも良くないね、これね。次ね、やっぱね、50打った後のこれ、50打った後じゃねえや、あ、50打った後が良かったんだね。だんだん悪くなっちゃったんですね。まあこんな感じでしたね。すごいデッドヒートだったんですよ、実は自分と。で、だんだん追い上げてって、追い上げて、ここで1点差に行って、ここで抜いた。そしてリード広げ。最後、ドカーン。でした。まあ、こんな感じでしたね。はい。ということで、ちょっと今日はブルザイマッチを練習してみました。今週また日曜日ね、試合やるんでね、よかったら、それに合わせて、ツイッターとかで点数上げますんで、お付き合いください。今週はね、ちょっとね、ブルザイマッチ、もう一回ぐらいやろうかなと思ってるんですけど、あと2回ぐらいできるかな。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。一緒に練習してくださった方、お疲れ様でした。